今日正午ごろ、北広島市西の里に設置された箱穴にクマが入っているのを市の職員が発見しました。クマは体長およそ1.5メートル、体重90キロのオスで、その後、猟友会によって駆除されました。北広島市によりますと、このクマは先月から北広島市や江別市に相次いで出没し、トウモロコシ畑などを荒らした個体とみられるということです。クマの死骸は同窓圏に送られ、 DNA などから6月にエベツ市で78年ぶりに出没した個体と同一かなどを調べるということです。